こんばんは。1月12日金曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、選挙イヤーで世界はどうなる、日本外交の不安材料と進路です。ゲストをご紹介します。元防衛大学校長で兵庫震災記念21世紀研究機構理事長の伊吉部誠さんです。よろしくお願いいたします。よろしく。お世話になります。元駐米大使の杉山慎介さんです。よろしくお願いいたします。お世話になります。そして台湾からリモートでのご出演です。産経新聞台北支局長の矢板昭雄さんです。よろしくお願いいたします。失礼します。今年は世界各地で首脳級や国政選挙が行われます。こちら明日投開票の、台湾総統選挙を皮切りに、3月にはロシアの大統領選挙、4月には韓国で総選挙が行われます。そして11月にはアメリカで大統領選挙があります。まず明日投開票を迎える台湾総統選挙についてです。候補者の顔ぶれなんですけれども、こちら与党民進党から頼清徳氏、第二野党の民衆党から柯文哲氏、最大野党国民党から江有義氏の3人です。で、世論調査で支持率を見ていきますと、一歩リードしているのがこのアメリカとの距離が近い民進党の頼氏、そしてその後ろを国民党の江氏、そして民衆党の柯氏が追うという、こういった構図となっています。3人の中国との向き合いなんですが、ご覧のような色合いと見られます。まず矢板さん、支持率では今頼氏がリードをしているというようですが、明日の投票日を控えて最新情勢、また空気感などどのようにご覧になってますか？そうですね、昨日はですね、頼清徳は台北市で大きな約12万人が参加したその支持者集会が行われまして、かなりですね、私も現場を見に行ったんですけど、かなり盛り上がっている状況なんですね。で、一方この江有義さん、江有義さんはですね、この 2,3 日は大きな問題があったのは、国民党の前 の、 あの総統の馬英九さんがですね、ドイツのメディアのインタビューでですね、習近平は信用できる男だと、それから中国の統一を受け入れられると、というようなですね、かなり踏み込んだ発言をしているんですね。で、国民党のこの江有義さんはもともと要するに中国と関係改善を進めていくんですけど、台湾のこの統一に関しては現状維持だと、今までの立場だったんですけど、江有義の支持者でもあるその馬英九さんがですね、かなり踏み込んだ発言をしたことによってですね、相当陣営が焦ってですね、で、今日の夜実は新北市で大きな国民党の支持者集会があるんですけど、馬英九は招待されてないんですよね、前総統にもかかわらず。で、そういうことですね、その火消しにもう今躍起になっている現状なんですけど、この馬英九の発言をですね、どこまで影響するのかというのは一番見どころなんですね。で、もしこの公有義陣営にこの大きな、いわゆる中間層とか、あるいはこの若者とかですね、やっぱりその公有義はじゃ信用できないと言って、この票はですね、柯文哲に流れると思うんですね。それによってこの、3人の位置関係は変わる可能性は十分あると思います。この馬英九、前総統ですよね、前総統のこの発言っていうのがどの程度の影響をもたらすのか。じゃあ例えばこれまで江有義さんに投票しようと思っていた国民党を支持していた人たちからすると、前総統がこの、両岸問題では習近平主席を信用しなければいけないとか、中国による台湾統一についても受け入れられるというふうに前総統が述べたこと、この一言二言っていうのは、もう完全に江有義さんへの支持をぐーっと剥がすような政治的な、いわば破壊力を持つ発言だというふうにご覧になりますか？台湾で単純に言うとですね、台湾独立志向する人が、約3割、で、中国、自分は中国人だと、中国と一緒に将来なりたい人は、多分2割5分とか2割強あるんですね。で、残りの、5割近い人が、いわゆる中間層なんですよ。で、その人たちは中国と統一することは絶対嫌だと、中国好きじゃない、と言って戦争も嫌なんですね。だから民進党みたいに中国を刺激してその戦争になるのは嫌なんですよね。でも中国と統一するのも絶対嫌ですから、もともと国民党の支持者、この2割5分の人たちは多分こういう議に逃げると思うんですけど、ただこの発言によって中間の人たちはですね、国民党政権になるとですね、中国と統一するかもしれないというふうに思ってしまうとですね、票が離れていくと、そういう構図だと思います。北京はですよ、
この馬英九の発言を歓迎するとは僕には思えない、はい、なぜならばギリギリの段階でまだ勝ち目があると思ったら最後まで頑張って上で負けた後にこういうふうに言えばいいわけであって、台湾の選挙で、はい、まあ、1996年の選挙から 4年ごとに1回あるんですけど、はい、中国を全て介入していくんですよ、うんうん、ただね、ほとんどの場合は裏目に出てくるわけですよ、うん、中国には選挙がないわけですよ。習近平が初めてする人たち、選挙は素人なわけですね、はいはい、だからその人たちは、うん、要するにあと、まあ、習近平の下の、うん、まあ、いわゆる台湾担当の、まあ、幹部たちはですね、うん、アリバイ作りしなきゃいけないんですね。要するに何もしないで負けると怒れるわけですから、一生懸命やった結果負けると仕方ありませんよねということになりますから、だから選挙、これまで選挙の前になると必ずいろんな裏目に出る話をやってしまうというのが、まあ、今まで中国のやり方なんですね。一方、じゃあ国民党はこの馬英九発言によって完全に分裂すると見た方がいいんですか、それとも馬英九自体が国民党から弾かれて他の残りの大多数の国民党の人たちはちゃんと固まって馬英九外しで党はまとまっていく、どうですか。あの馬英九の言ってる人は、まあ、馬英九の支持者たちはいわゆる親中派なわけですから、はいはい、まあ、2割ぐらいいるわけですから、はい、その人たちは何があっても、まあ、国民公用議に逃げるわけですから、そういう意味で、要するに雇用議しかいないわけですから、そういう意味でただ中間発想とか若者たちの票が逃げるわけですから、はい、その中、まあ、この雇用議にしてみれば、はい、馬英九を使ってこの支持者を固める一方、はい、この一方そのみんなに、ね、はいはい、切り離してですね、はいはい、いや馬英九と関係ないですけど、うん、それで中間層の票を取り込もうと、うん、だから今あと投票のもう2日前から、はい、こういう非常に難しいことを今やらなきゃいけない状況です。杉山さん、この前総統のこれ何て言ったらいいんですか、まあ、暴言ですよ、どうご覧になりますか。馬英九さん確か去年の11月の末だったと思いますけど、はい、こういう議さんとか文哲さんを統一候補にして、うん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 、それでこの数字から見たってこの2つ、これもともと国民党だから、その馬英九さんの下でもってこれが統一すれば、はいはい、おそらく頼清徳さんをやっつけることができるだろうと、うんうん、失敗したでしょ、はい、まあ、それは柯文哲さんが意固地になって絶対自分がね、あの統一候補になるんだと言ったとかいろんなことがあるんでしょうけど、それで馬英九さんものすごいね、あの苦虫をかみつぶしたような顔が大きく映った、はい、その後のことだっていうのもやっぱり考える必要があるんじゃないでしょうかね。だから市局長言われたようにやっぱり馬英九さん自身はもう親中という対応をね、去年の3月上海かどっか行ってもうあのトップ の, あの話もしたりしてるから、そこに舵を切っちゃってる人だから、はい、それがじゃあ江遊儀さんとか柯文哲さんがそれと同じようにすると、うん、台湾というその立派な民主体制の人たちがそういう人を選ぶだろうかっていうのは、それは常識的にはもうちょっとね、この中道の人たちがいいって、だから必死に火消しやってんじゃないかと思いますけど。なるほどね。結城さんいかがですか、この馬英九前総統のこの発言。八重田さんがおっしゃったことでね、その通りだと思うのは、中国には選挙がないので、なるほど、選挙民の、ね、感覚っていうのは分からない、はい、非常に洗練されてないね、はい、逆効果のことをね、うん、最初に、胡錦涛が選ばれた時もね、はいはい、激しく圧力を台湾海峡ミサイル危機をやって、うん、でそれが逆にまとまらせてしまった、でそういうことをいつもやるんですよね、うん、ですからこの度もそれと非常に近い、馬さんは、うん、おっしゃるように少なくともタイミングを誤ったですね、うん、この選挙の最中で、はい、台湾国民、台湾の人々の、ね、うん、反応というのを、うん、読まずにやるということはちょっと民主主義社会で信じられないことですよね。総統選をめぐる中国の動きです。9日に衛星を搭載したロケットが台湾上空を通過したほか、先月には偽の世論調査を報じた疑いでネットニュースの記者が拘束されるなど、フェイクニュースも流布されています。また今年に入り、化学製品12品目の関税を引き下げる優遇措置を停止するなど、揺さぶりともいえる動きが出ているんですよね。八重田さん、こうした中国の動きが選挙に与える影響はどうご覧になってますか。かなりですね、今回特に中国と国民党がですね、今回の選挙は
戦争か平和かの選択だというふうに言っているわけですね。国民、あの民進党に票を投じるとですね、台湾の若者たちは戦場に行かなければいけないということをとことんやって、徹底的にキャンペーンをやっているわけですね。でどこ行ってもこういう看板たくさんあるんですね。民進党に票を入れると戦争だということで、そういう意味で多分中国と打ち合わせしていると思うんですね。で今回その衛星ロケットがですね、はい、あの突然台湾上空を飛び過ぎたんですけど、これはですね、今まではこのルートを使ったことがないんですよね。まあ、もちろんその100キロ以上ですから、まあ、別に行幸侵犯でも何でもないんですけど、はい、国際法的に問題ないんですけど、ただ、まあ、ロケットですからミサイル、まあ、衛星を搭載すれば衛星ですし、はいはい、ミサイルを搭載すればですね、攻撃武器になるわけですけども、それを突然、総統選の直前をですね、突然発射したと。で、これはですね、やっぱり台湾に対して、揺さぶりかけているわけですね。そういう意味でですね、まあ、台湾側もですね、すぐ反応して、で、その、まあ、全ての携帯電話ですね、警報を流してですね、まあ、緊張感が一気に高まったんですね。ただこういうことをするとですね、まあ、中国はまあ当然国民党の当選を期待しているんですけど、国民党にとってプラスになるかどうかっていうのは非常に微妙というか、どっちかというとマイナスな可能性があるんですね。台湾人にしてみればですね、まあ、こういうね、まあ、もうとんでもない人たちと交渉しようとしているって国民党は信用できないと思う人が結構いるわけですね。そういう意味で、まあ、いろんな揺さぶりかけているんです。あとね、フェイクニュースっていうのは最近何人も逮捕者が出てるんですけど、世論調査をやるんですよ。で世論調査を発表するんですけど、それは公有儀がもうすでに外政独を超えたとか、その公有儀をもう今肉薄しているというような結果なんですね。で台湾側も当局調べると実際世論調査やってないんですよね。数字を書いてるだけなんですけどね。そういう人を、まあ、調べたらやっぱり中国から、まあ、日本円すると500万円をもらったとか、そういう人がいたりするんですけど、そうやって台湾の世論を変えようとしてるわけですね。まあ、逆に言うと中国かなり予算が余ってるんじゃないかと思うんですね。そういうことをして本当に効果あるのかなっていつも思います。なるほど。一方でも矢板さんね、その台湾政府民進党の側もこの必要以上にとは言いませんけれども、取り締まりとかロケットが飛んだということを大きく国民に宣伝することによって、中国側、中国国民党のその選挙戦術、選挙戦略、フェイクニュースとかロケットを飛ばすことをさらにそのうまく利用している、その失敗を逆利用して逆に国民党の支持を削る方向で民進党政府がここの部分を利用しているんじゃないか。普段だったらロケットが上空を通過したってこんなに大きく扱わないだろうという指摘、心当たりはいかがですか。まあ、そういうのありますよね。要するに去年の、はい、去年一昨年なんですけど、ペロシさんが台湾に来たですか、その後ですね、中国は軍事演習をやったんですよ、はい、その時は本物のミサイルが台湾の上空を越えたんですよ、で発表しなかったんですね。で日本が発表してようやく台湾メディアを伝えて、その時蔡英文政府に対するすごい批判があったんですね、なんでこんなことを隠すなどと、で今回は、まあ、その反省に立ってすぐ発表しなきゃいけないと、多分そう思ってやったと思うんですけど、で今回はでも国民党はなんか前回ミサイルの時発表しなかったのに、なんで衛星の時発表するんだと、これは民進党が選挙のためにですね、不安を煽っているということを批判をしているんですけど、まあ、民進党は違いますと言っているんですけど、でも民進党で、民進党って考えているのは、要するに国民党が言っていることと中国が言っていることもまあほぼ一緒なんですよ。はいはいはい、だからこれはね、この人たちは一味だということをアピール、国民のアピールしようとしている、まあ、お互いに同じ案件をですね、利用して批判し合っているのが構図なんですね。民進党は前中米代表の蒋美金氏、民衆党は財閥創始者の孫呉錦英氏、そして国民党はテレビの政治評論番組の司会者張紹光氏が副総統候補となっているんですね。矢板さん、副総統候補への支持が選挙の結果にどう影響を与えるのか、ここの部分はいかがでしょうか。今までは台湾の副総統っていうのは、まあ、台湾の副総統って本当に権限何もないんですよね。で今までは、ね、ただ、まあ、イメージのいい人とか、まあ、学者さんとかお医者さんとかに、まあ、この候補にしてきたんですけど、ただ今回はですね、非常に、まあ、キャラの立った個性的な候補がですね、出揃ったと。
ということなんですね。まずこのショービキンさん、このショービキンさんはですね、もう直前11月まで、去年11月まで、ね、中米代表をやってたんですね。で最近の米大、あのショービキンさんって母親は日本アメリカ人なんですよ、父親は、まあ、あの台湾人なんですけど、日本の神戸にも生まれてくるわけですね。で非常に国際派なんですね、であ、まあ、母親がアメリカ人であるわけですから、まあ、非常に英語がネイティブなんですけど、アメリカの特に民主党政権と非常にいい関係にあるわけですね。で今回はですね、戻ってきて、あのライ・セイトクさんっていうのはもともとお医者さん出身で、まあ、南部の台南市長を経験してるんですけど、内政には強いんですけど外交にちょっと弱いわけですね。でそういう意味であの外交問題に弱くてですね、特にもともと若い時ライ・セイトクさんがあの、まあ、台湾独立っていうのは言ってたわけですから、そういう意味でアメリカから見ればちょっとまあ、怖いと、あんまり信用できないところがあるわけですね。要するにアメリカの国益というのは台湾の現状維持なわけですね、はい、あんまり台湾独立派が相当長いのも困るということで、まあ、どっちかというと監視役、まあ、アメリカの身内を一人副総統に送り込めばですね、まあ、外政独政権は安心だと、まあ、そういうふうに、ね、アメリカを安心させるイメージがあって非常に、まあ、よいい、まあ影響力が大きいんですね。杉山さん、これショービキンさんとはどこかで一緒に仕事してたりした？たまたま私、はい、アメリカにいた時に、はい、まあ、前の代表の方は台湾の外務次官だった、はい、立派な方でしたけど、うん、それでその後任としてショービキンさんが来られたんですね、うん、はいはい、でショービキンさんワシントンに着任されたら割とすぐだったと思いますけど、うん、はい、私のところにわざわざ会いに来ていただいて、うん、はいはいはい、でその後彼女の公邸でお食事いただいたり、はい、ずいぶん仲良くさせていただいてましたけど、はい、このショービキンさんという人は本当に何て言うんですかね、うん、まず英語はものすごくうまい、はい、それからこう人柄が非常にチャーミングなんですよね、うん、チャーミングっていうかこうソフトでね、うん、非常にまあおそらく真 の強い方だと思いますけど、はい、蔡英文政権の時に国家安全保障担当補佐官なんかやって、前も 議員もやられてるし、うん、市長もやられてるし、うん、だから政治家としても立派なんでしょうけれども、うん、やっぱり外交官としても非常にこうワシントン DC の中では非常に評判の高かった人ですね、うん、だからみんな彼女いろんなところに行っておられましたし、はい、やっぱりいろんなところ僕も会いましたけど、はい、やっぱり彼女が行くとこう人が集まったりするというような、うん、まあ、一言で言うとやっぱりチャーミングな方だというふうに印象を持ちました。ここからは台湾総統選挙の結果が国際情勢に与える影響について見ていきます。改めてこちら見ていきますと、中国との向き合い見ていきたいんですけれども、民進党の頼氏は中国と距離を取り、国民党の江氏は親中色が強いと言われているんですが、まあ、選挙の結果次第で矢板さん、改めて中国との向き合いは台湾どう変化するというふうにご覧になりますか？まあ、もちろんその短期的にはですね、例えば国民党政権、あるいは柯文哲政権になればですね、まあ、一時中国の関係が改善すると思うんですけども、はい、ただ台湾はですね、今回の、まあ、参議院の候補は、うん、この中国と例えば平和交渉を始めるとか、はい、そういう親中的な公約誰も抱えてないわけですよ。そういう意味で本当の親中派がいないわけですね、うんうん、で台湾っていうのはやっぱりアメリカの影響下にありますから、うん、ですから中台関係っていうのは実は台湾は脇役で主役はアメリカなんですよ、うん、で米中関係が仲良くなれば台湾と中国の関係も改善するんですけど、うん、米中関係が悪化したままだと中台関係って多分良くなる要素はないんですよ。なるほど。例えば特に習近平は今、まあ、統一攻勢をものすごい台湾にかけているわけですね、うん、例えば江有儀政権が誕生したとしても、うん、この、まあ、経済ではまあ、多分もっと良くなると思うんですけど、ただその次の一歩は中国必ず求めてくるんですよ、うん、例えば軍事的な停戦協定とか、うん、政治的な統合的なですね話を絶対求めてくるんですけど、うん、そうなればですね、台湾の、まあ、国民はいやそこまで投票あなたは選挙で公約してないことをやってはいけないという世論になりますし、うん、アメリカも絶対台湾を警戒していろんな牽制球を投げてくると思うんですね、うん、そういう意味で中台関係が、まあ、例えば公有儀になったとしても一時的に緩和するんですけど、多分長期的に対立したままですね、米中関係が仲良、まあ、くならないと、うん、多分中台関係良くならないですね。もう一方、外政とかが当選したとしても、はい、まあ、かなり中国激しく反応すると思うんですね、うん、で最近は中国はですね、軍用機が
台湾の周りに来るのは数字がちょっと減っていくんですよ。でなぜ減っていくかというと、まあ、一説によるとですね、外政徳を当選するために増やすために今減らさないと、いけないわけですね。要するに今多いままだと当選したらもうやることなくなっちゃうんで、そういう意味ですね。今減らしていくんだけど、多分そういうことをね、実はまあ軍事的なまあ脅迫と軍用機と、あと台湾の外交のある国、今はもう13になってしまったんですけど、まあさらに何カ国を剥がしてですね、台湾を国立、まあ孤立させようと、あるいは経済制裁、例えば台湾のパイナップルとかね、まあ、そういうことしかできないんですよ、中国は。でもそういうことって実は今の台湾じゃ怖くないわけですよね。そういう意味で一時的に中国はなんかちょっと圧力強化するんだけど、その後また戻るんですね。だから多分対中台関係っていうのは誰がなっても、まあ、良くもならないし、そんなに悪くならないんじゃないかなと思っています。そうすると習主席 その台湾に対するそのなんていうんですか、狙いというものはなかなか思い通りには進まない。誰が勝ったにしても中台関係、今よりも中国が望むような方向に動く可能性はあまり高くないというふうに見ていいということですか。ここの10年間、はい、習近平国家主席になってからですね、内政も外交でも全て彼がうまくようにならないんですよ。全て裏面に出てるわけですね、習近平の政策は。だから今の中国の経済状況と外交環境にあるわけですから、おそらく台湾だけがうまくいくはずがないと思いますし、だからまあなったとしてもですね、結局台湾はですね、誰が総統になっても結局アメリカと、まあ、一緒に行動を共にしなければいけない立場なわけですから、そういう意味で私はそんなに心配してないと思います。もう一点、矢板さん、その総統選挙と同時にその国会選挙、国会議員選挙も行われますよね。この議会選挙の方の見通し、例えば、まあ、総統選では民進党が勝つけれども議会選挙では国民党が勝つみたいな、そのねじれ、日本でいうそんな可能性はどうですか。いや、その可能性はかなり高いんですよ。はあ、で例えば今のこのその支持率見ていくと、はい、まあ、外政徳はトップとはいえ、もうリードはわずかなわけですね。で、この野党2つの政党があるんですけど、この台湾民主党という党がですね、はいはい、新しい政党ですから、候補者はですね、今回11人しか擁立してないんですよ。で、73選挙区あるんですけど、はい、そういう意味でですね、ほとんど事実上、立法院で一本化しているわけですよね。だからそういう意味でですね、要するに、総統選の票がですね、はい、このまま出たとしても、はい、この国会議員票は野党2つの野党の票を足して考えると、はい、うん、まあ、民進党はかなり苦しい立場にありますよね。だからよっぽど投票率とかその、うん、実は総統選で過分決に入れるんですけど、うん、立法院で民進党が入れるに入れるとか、そういった票を使い分ける人がたくさんいないと、うん、民進党が過半数取るのは極めて厳しいというふうに指摘されています。議会を抑え取られた総統っていうのは、例えば予算 そのシステムが僕よく分からないで伺ってるだけなんですけれども、はい、立法の時 その権限とか予算の権限とか外交とかですね、アメリカ大統領みたいなそういう感じですか。総統と総統が議会少数派の総統っていうのはどういう力になってしまうんですか。いや、相当苦しいと思いますよね。例えば陳水扁、はい、2000年に誕生した陳水扁政権があったんですけど、はい、彼はアメリカのブッシュ政権から潜水艦を、アメリカの潜水艦を台湾に売るという約束を取り付けたんですよ。はい、でも予算が通らなくて、国会で予算が69回反対されて、結局陳水扁政権が終わっても台湾は潜水艦買えなかったんですね。なるほど。で、今は蔡英文政権一生懸命国産の潜水艦作ってるのは、はい、アメリカが買えなかったためですよね。ははは。で、なぜ買えなかったかというと、国会で過半数取ってないから、はい、提案を出しても予算を全部否決されると、はい、そういうことが要するにあると、非常に外政権は苦しい政権運営になりそうですね。なるほど。ゆうきべさん、はい、結果どっちに転んでも中国の思い通りにはならないかもしれないと言われながら、もねじれが発生することによる難しさも感じます。いかがですか。現状維持という表現でね、はいはい、独立というとこれは戦争になると、うん、しかし現状維持を言っておれば OK で、はい、それは事実上の独立の持続なんですよね。うんうん、でそういう線が続くが、はい、今のように立法院の方でね、はい、少数化するというので苦しくはなると、はい、でそれもありますけど、私はね、中国が
これほど重視している台湾問題について、ね、腰が据わってないと思うんですよね。あの最後の覚悟としては、ね、力を行使してでもというけれども、はい、それをやれば米中戦争になっちゃうわけで、バイデン大統領は3度もつい口が滑ったと言って、ね、はいはい、やりますと言ってるわけ で、はい、でそうそうできないと、望ましいのはここで、国民党に勝たせて、ね、で柔らかく国民党を包摂して、ね、平和的に統合していくというのが一番、ね、中国にとっていいはずなんですが、それをやるためにはね、ちょうど鄧小平がそうしたみたいにあんまり強硬路線やらずに経済中心にあって、でその新疆ウイグルでね、はいはい、ああいう強引なことをしたり香港をね、こういうふうに完全に支配して、それやったらもうその路線というのはね、誰が見ても台湾の民衆の人はありえないと思う。だから腰が据わってないんです、どっちの路線をやるのか、でそれがどちらもうまくいかないと、これは来てるなという感じがしますね。一番いきましょう、はい、では矢板さんに伺いたいメールが来ています。私の声です。東京都の方から、中国から選挙のため帰ってくる台湾商人の影響力はどのくらいでしょうかという質問が来ています。矢板さん、いかがでしょうか。昔はですね、多い時は馬英九時代は約200万人いるんですよ。まあ、今台湾の人口、全人口が2300万人で、有権者が1900万人なんですけど、200万人が昔中国に住んでいたと。あの時バイキュー時代ですから、みんな結構おいしい思いというか、ビジネスがうまくいった人多くて、ですからその人たちが台湾に戻ってきた時はほとんど国民党に、親中の政党に票を入れるんですね、はいはい、で今はコロナと中国の不景気でだいぶ減って、今100万人来ているというわけですね。なるほど。で今回も中国もですね、その人たちに格安と投票チケットを提供して、台湾に戻って投票してもらうようにしているんですけども、ただ今は中国の経済が苦しいわけですよ。その台湾のビジネスマンたちは中国で全然いい思いしてないんですよ。むしろ共産党からいろんな形でいじめられて、共産党に対する恨みつがみが多い人たちなんですね。だからチケットをもらって台湾に戻ったとしても、本当に国民党に入れるかどうかっていうのは分からないっていうわけですね。だから以前と比べればだいぶその影響力が減ったというふうに考えられます。もう一つ、茨城県の方からです。台湾は尖閣諸島に関し中国のような動向は見せていないものの、領有権を主張しています。もし国民党が明日の総統選と立法院議員選挙の双方で勝った場合、尖閣諸島の領有権問題で中国寄りのスタンスを取るようになる可能性はありますかというご質問です。それは十分あります。っていうのは、バイキュー政権の時はそうでした。あの時は中国の漁船と台湾の漁船一緒になって尖閣海域に入ってきて、はい、この、中国の国旗と台湾の国旗をですね、投げつけるみたいな、そういうパフォーマンスをやってました。ですから、そういうこと、もし国民党政権になればですね、必ずそういうこと起きます。実は中国が一番願っているのは、台湾と日本の分断なんですね。で今は日本の石川地震が起きてですね、台湾からものすごい寄付金が集まっているのは、今米台関係が激しと最もいい関係なんですね。それが中国は悔しくてしょうがないんですね。だからもしこの国民の政権になればですね、必ず尖閣問題ですね、台湾を誘っていろんな変なことをする可能性が極めて高いと考えます。矢板さん、その寄付金の話、寄付金義援金十何億も集まってるって話なんですけど、台湾の皆さん、総統選で国を挙げての選挙の話をしている中で、西川地震の話っていうのは台湾の中でも皆さんご存知で関心があって、街頭で募金が集められてるんですか。いや、相当ですね。今私の家の周りのコンビニ行ってどこ行ってもですね、大きな看板ですね、石川県能登半島の地震に寄付しましょうという看板出てますし、買い物するとですね、寄付しませんかって言われたりして、で寄付すると、寄付した金額と同じポイントがたまって、で次の買い物安くなったりとか、そういうサービスもやってたりしてるんですよね。そういう意味でですね、やっぱりその、2年前に、その台湾がコロナワクチンが足りなかった時に、日本政府が、400万回分を提供したんですけど、その時は非常に台湾の皆さんがですね、日本に対する感謝の気持ちがあって、今はこの地震は、恩返しの時期だというふうに考えてる人多いですね。はい、本日矢板さんのご出演ここまでとなります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。